じゃあ続けていきます。残り、芸能か美容か音楽かを出たのでやっていきたいなと思います。俺いつもねこのね右の先生だと思うんだけどね、名前わかんないんで、これ 4U でいつも広場運動場にいるとね、いつもいるんだけど、はい、未来のスター目指して頑張ってるんだ。ミッチー先生なのか、フリフリッチやジュリッチの名前覚えらんねんだよな、この先生だけ。いつもミッチー先生、はいどうも、私がミッチー先生よ。あたかおさんの時はね、よく来たわね。今日からフリフリッチやジュリッチと、なんだっけな、学校 4U で学校行って、なんだメイクはなんだ忘れちゃったな。そこ行くとね、ヒポスペッチかなんかがねこの先生に変わるんだよね。頑張ろうね。たまダンスショードリフェスを目指しましょう。はい、逆にだから昔のたまごっちは、昔っていうかさ、俺の中で新しい方なんだけどさ、思いは最初はたまごっちの番だよ。矢印のミキは順番通り覚えてね。たまごっちの次は君の番だよ。スライドしていく。あ、あれだね。すみっこ暮らしの、ジムだっけ、あれと同じ方式だね。覚えましょう。押しているけど反応しないぞ。あとどのタイミングでやっていいかが分かんなかった。左、5秒以内にブレーキだったっけ。これ何回あるんだろうな。右下左。左右下。結構ゆっくりなぞってあげれば大丈夫か。だからとりあえずなんか目についたたまごっちミックスってやつとミーツと 4U も新しいの。これ結構周り早いんじゃない。そしたら今ちょっとそこら辺目つけてますね。逆に今出てるやつはなんだっけ、スマートか、なんか低下割れしてんだよなあれな。はい、なんかイベント入るかと思ったら入んなかったな。これはいつできるんだ。タイムマシンがあればって言ってたから、タイムマシンを作んなきゃいけないのか、ロボット化のあれかな、増えていけば作れるようになるのかな。タマフが増える条件が分かんないんでね。美容家。よく来たね。校長どこにでもいるな。はい。美容のエキスパート目指して頑張ってるんだ。早速竹もレッスン行ってみてよ。コームボーイ先生。頑張るんだよ。ドリームレッスンスタート。やあ竹も、僕はコームボーイ先生だよ。僕のようにクールでスマートなスタイリングができるように、メメッチやコフレッチャーと一緒にしっかりレッスンしててくれ。準備はいいかい。美容家のレッスンはドリームメイク落とし。まずはメイク落とすところから始まるんだね。メイク落としてからメイクをするんだな。はい。口パッチはずっと腹筋させられてくれ。メイクされたたまごっちがやってくるよ。顔をゴシゴシスライドしよう。全部白いようになったら OK。あ、埋めりゃいいんだ。シャワーをタッチして洗い流そう。すっぴんになったらすっぴん。あ、待って、タッチペンが。とりあえず全部あわあわにして流せばいいんだ。任せてくれ。なんかかっこいいな。このあわあわどこまであわあわにすればいいの。あ、なんかそれ歌ってたんだよな。あれ全部白にすればいい。全部白か。顔の範囲、変わるの、あれだね。
これさ、下手にさ、白にすればいいだけだからさ、全部やんなくてもいいんじゃないかなと思ったけど、ダメかな。やっぱそうか、言える範囲が決まってるから、それをやんなきゃダメか。おお、まだどっかある。おお、結構あんな。腱鞘炎、腱鞘炎か分かんないけど、いや多分腕の方から来てる痛みなんだよね。あ、みんな待ってるじゃん。全部あれ下からの方がいいな。そう、腕から来てんだよ、この手首の痛み。普通に手首は痛くないんだけど、そう、痛みが手首の方に来てるんだよな。どうしたらいいか。くそ、歌うのちょっとやめてもらっていいですか。気になるんだよね、すごく。よし、うわっすげえ豆っちりできたな。とりあえず周りを全部いってから。いやー、タッチペンは手首に悪い。くそー、これじゃただの なんだろう。よし、シャワー屋さんだ。いやー、この見切れてんの面白いな。音楽家、音楽家にさ、メロディッチいなかったんだよな。まさしくお前、メロディッチこそここにいるべきだろうと思ったけど。いろんなジャンルの音楽が学べるんだ。早速竹山レッスンを受けてみていいよ。ムジカチ先生、ピアニッチはスマートッチに任せたよ。スマートッチ、せっかく新しいたまごっち買うんだったらさ、やっぱり通信できるやつがいいよね。 4U1 個しか持ってないからさ、2つ目も欲しいんだけど、 4U も高いんだよね。モルカッチ買ってるんですけど、なんか開けるの嫌で開けてないんですよね。タマバンドのレトリフェスをレッスンスタートってか、俺多分この2人がね、音楽家に誘われた理由は、なんかバンドのメンバーが足りないから来てくれって言われたんだよな。演奏を楽しもう。うん、スマートチはイケメンでしたね。バンド演奏しよう。はい、タイミングよく押すんじゃない、ほら。あ、同じ楽器をタッチしよう。円に重なった時にタッチすると得点が入るよ。まあ増えてったり早くなったりするのか。ミュージックスタート。クチプチ、変数がある。じゃあ曲が終わるまでか。さあ皆さん、行きますよ。普通に歌が流れるタイプはちょっと結構困ったりするんだよな。いらんなものに引っかかる可能性が出てくるから。難しいぞこれ。早いな。歌が分かればさ、そのタイミングに合わせてやれば多分すごいは取りやすくて、分かんないからなんとなくのタイミングで押すしかないという。でもフルコンボねえな、これな。気づいたわ。なんかこのちょっと微妙に難しい感じ、わかります？ちょっとこの普通のテンポじゃない。ふぅ、あとね、音ゲーあるあるあるの最後の一個フッて流れてきて、それ見落としてフルコンボ途切るやつな。高得点だよ。ふぅ、まだ上級出てないんだよね。だからどこまでやればいいかは分かんないから、
ね、体鍛えるしかなくて、まだ中級が出たばっかりなんでね。中級はこれ初めて触るな。これ、あ、メルディチョいる。ここにいるのか、お前。これ20秒なんだよな。短いんだよね。で、そう、結構見てると、隣の奴らとかがね、今これぐらいじゃないですか。なんか急にね、陣地を超えたスピードでね、ババババババって来るときがあるんだよね。メロディチ早くね。これ今勝ってても、最後、ほら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 。ほらほら。ほら、この、やべえ感じわかります？ほら、意外と、今よく到着だったな。でも勝ち負け競ってるわけじゃないから。すごい速度で来るから、意外とね、難しい。難しいっていうか、やべえ奴がいる。動きを見てるとね、楽しいよ。嘘だろ、そのスキルみたいな。ということは俺も頑張らなきゃ、手首を。俺の手首がいってしまう。今114だったら、120ぐらいがボーダーでしょ、そしたら。あ、待って、結構腕張ってきた。まずい。これ、もろに来るな、痛いところに。うわ、めめっちゃやばいやばいやばい。そうだね、ほらね。ギリギリだ、ギリギリだもんな、これな。腕が死ぬ、これ。腕が割れてしまう。これがわかんねえんだよな。まあ、何回かやってればそのうち、出るんだろうけど。これがまだわかんないっすね。で、あとたまーに、部屋戻ると、引き出し出てるやつがいたりするから。こんにちは、あ、クチパチ。あ、よかった、なんか増えたんじゃない？お、来た来た来た。オッケーオッケー。中級でいいんだ。そしてついに、新しい弾ができたっち。最初に竹虫が好きで飛んできたっち。嬉しさのあまり、新しい弾の部長も連れてきた。もう部長がいるのか。なんでっち、初めましてでち。こんな声なんだ。僕の名前はなんでっちって言うでち。なんでっちが新しいタムグの部長に任命されたらっち。よろしくでち。よろしくでち。でっちでっち。おいおい、剣部かは、まさか。おお、電話番号交換してほしいです。個人情報ですよ。僕のも登録しておいたりし、いつも確認でち。たまごっちの友達がいっぱい増えてきますね。リアルの友達はゼロですけど。よーし、自信もついたし、たまドリームスクールに戻ってたま部の準備。あ、まだ教えてくれないんだ。さよならでち。はい、これが結局さ、何で出たのかが知りたいんだよね。いや、おーっと、すごいじゃないか。あ、もうドリームクラスはこれ全て出たんだ。なるほどね。素敵だと思うよ。いろんなやつにチャレンジして頑張るね。はい。いや、新しい称号があるよ。おう。俺称号さ、これ結局揃えられるかなと思ったんだけど、もうすれ違い通信があったからもう無理だなと思って諦めました。ミライッチ。お、結構みんな吹き出しがあるね。吹き出しがあると何かしらのあったりするかな。あ、ドリフェス優勝券プレゼント何？模様替えグッズがいいな。フレームネジネジロボット。あ、フレームなのか。うん。ちょっと写真はね、リアル写ってしまうので良くないですね。あ、でもまだ。じゃあフレームかみんな。ミラクルアクセサリー。うん。とりあえずおしゃべり。フリフリッチ。あ、これ初めてかまだ。聞いてほしいですか。ポケットデザインタムゴチデパートに新しいデコアイテムが入荷ですわ。デコがあるだけで部屋はないのか。ちゃんと説明聞いてなくて申し訳ないんだけど。はい。デパートに新しいデコアイテムが入荷した。僕やライトッチやロボット界ぴったりのデコアイテムでなんだか驚いちゃいました。写真撮るのがメインなのかな。じゃあこれな、すごいよ。知ってるかい、ポケットデザイナーたまごっちデパートに新しいデコアイテムが入荷したんだよ。
ロボットガンレースをモチーフにしたようなデコアイテムね。僕もマメッチも欲しくて欲しくてたまらないよ。ロボットレースうまくできるようになりたいな。マイル、あ、マイルムデザイン、あ、やっぱあったじゃん。待って、なんで君だけそんな出るんだ。デコアイテムが入荷した。あ、そうか、2人分か。まだ喋るね。喋りた感じですね。新しい単語値やったね。ああ、プロフィールね。これ個人情報の流出なんだよな。本人から聞いてるわけじゃねえからな。あと、卵も行きたいところではある。卵っちデパート。称号がね。あ、お、いいじゃない。で、ドリフェスしましょう。ミラクルファイター。ファイターなの？ドリフェス2ね、この辺はいいとしてもさ、たまとも、ん？ああ、ん？なってないってことこれ。写真とかもいいんだけど、下の方にさ、ほらこれすれ違いがあるんだよ。すれ違いは無理だからプチマッチョ。へえ。何気にデパートって、デパート行ったんだけど、暗号ってのがあるよ。スペシャルニュー暗号マメッチロボ。え、これを買うことで何が起きるの？ピコプリンセスちゃんマーク。なんかそう、俺が行った時もね、あんまりアイテムなかったんだよな。だからやっぱりなりきり。これでも結局デコだよな。デコアイテムだよな、ここら辺はな。そうだね。ルームか。あ、そうか、ルームを見に行ったら全然入ってなかったんだよな。森の中ね、全然ないもんな。キャラプロフ、プロフィ、プロフリフィ。え、もう変えるんだ。じゃあ最後にあれ行って終わりにしましょう。タマブ行ってね。でもこの感じ、ドリフェスで優勝したってよりは、体鍛え部をやったから、なんでっちが来たって感じっぽいな。新しいタマブがあるよ。はい。うん、よし、うん。たくさん参加してくれと、あ、やっぱそうか。じゃあ、ここでちゃんと言ってくれてたね。頑張るんだよ。頑張るんだよ。よろしくねち。体鍛え部の、あれか。頭すっきり部はなんか難しそうな気がするぞ。頭スッキリ部のグッズも運んだ。頭スッキリ部にはドリームスクールの生徒たちにドリームタウンのみんなにさらにたまごっちタウンからも入部きましたとさ。すごいな。結局全部上級まで出した方がいいってことだよな。初級でち。あ、間違い探しなのだったらいいや。5秒以内、そういう系か。しかもどこが違ってるち。たまごっちの位置がさっきと変わったよ。変わったらお待ちを達しよう。3本間違えると失敗になるよ。わあ、でもちょっと楽しそうだね。それじゃあ始めるでち。でち。最初の問題でち。うん。しっかり覚えるでち。いやー、覚えられると思うこれ。どこが違ってるでち？当たってるでち。あ、どれか一つ間違ってればいいんだ。どれか、あ、一つ違ってればいいんだ。どれか合ってればいいんだ。よく見るでち。違ってるでち。頭いいでち。頭いいでち。なんか怒られてる感じがしてやだな。頭いいでち。おい、大学動いてんぞ。どこが違ってるで、正解でち。入れ替わってんだね。次の問題でち。いや、絶対これ間違えるよ。しっかり覚えるでち。どこが違ってるで、正解でち。なんかよく見るでち。スペイシーチたちは名前がわからんよ。どこが違ってるでち。正解でち。すごいでち。頭いいでち。素晴らしい冥界島だったでち。冥界島だったでち。もう一回やりましょうか。じゃあ
あれと思ったけど意外と時間経ってたわ。時間も最初の問題でち。場所変わった？あ、場所変わったね。こっちめ。よく見るでち。どこが違ってるでち？頭いいでち。次の問題でち。よく見るでち。あのたまごっちのこういう木とか花とかに顔がついてる感じがすごく好きなんですよ。後ろの箱とかもそうなんだけどさ、よく見るでち。あれの匂いがするの、あのどこが違って。正解でち。64で発見たまごっちとかの、あのたまごっち製とかあるじゃないですか。しっかり覚えるでち。いいのか、もしかしてたまごっちだけ見てればいい。とりあえず今だわ。どこが違う。頭いいでち。最後の問題でち。ね、目を凝らすでち。自転亀先生、チャーマー、どこが違ってるでち。どれ、ごちまん。正解でち。ふぅ、すごいでち。頭いいでち。ふぅ、素晴らしい名回答だったでち。はい、じゃあこんな感じでまた進めていきたいなと思います。ドリーム研究部いつできるんだろうな。まだな気はするな。だよな、今はまだできないよってことだもんね。じゃあ頑張っていきたいなと思います。ではお疲れ様です。さよなら。